お疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで今回もウィニングポスト9 2021やっていくんですけどもね、今回は何にねスポットを当てていくかと言いますと、日本のクラシック三冠ご存知でしょうか。ボバになりますと皐月賞、日本ダービー、菊花賞ですね。距離を見ていただくとね、皐月賞 2000m、 日本ダービー 2400m、 菊花賞 3000m でございます。2000から3000の間のね、約 1km の間でね、レースを行っていく非常にねタフな三冠ステージになっていると思います。まあなかなかねこう世界で見てもね、こんなにね 1000m ぐらいまで幅がある三冠ってかなり少ないと思うんですけども、 2000m が 3000m ね、常に G1 で勝ち切るっていうのは非常に難しいと思うんですで、ことさらねこのウイニングポストに関してもですね、見ていただくと分かるんですけども、メジロマックイーンみたいなね馬ですら距離適正はね2100から3300、2000から3000じゃなかったりするんですね。そして東海帝王もね1900から2700なんですね。1900から2700なんでね、実際ねこのままぶつかっていったらね、菊花賞走り切れるのかっていうと、距離適正の部分で考えるとちょっと厳しいと思うんですね。そして簡単にまとめますとね、こちら馬の能力値の方を見ていただくとね、こちら柔軟性っていうところでね距離適正の幅っていうのが決まってきます。Cプラなので東海帝王に関してはね約 800m ぐらいの距離適正の幅があるんですね。と要は得意な距離ですね。で2700より先になってくると、得意な距離なのかって考えると、スタミナっていう部分を考慮するとスタミナが足らなくなるので、2700っていうのはウイニングポストってちょっと不思議な考え方なんですけども、距離適正の上限っていうのはスタミナが管理しているものなんですね。で距離適正の下限っていうのはどちらかというと柔軟性も考慮されて、まあ、スタミナの、ね、幅もあるんですけども、スタミナがマックス値にあるっていうことはイコール、まあ長い距離走れるよねっていう考え方のスタミナなんですね。でそこからどれだけね幅を持って、レースをやっていけるかっていうのを考えるのが柔軟性っていう考え方になります。距離が短いっていうことに関しては割とねデバフってかかりづらい感じがするんですね。能力でマウントするっていうね、ちょっとね不思議なねパワーワードあるんですけども、能力でマウントをできるんですねこのゲームっていうのは。例えばこの東海帝王でね NHK マイルだったりマイルチャンピオンシップ出ても普通に東海帝王って勝てるんですね。運によってはねもう普通にズタボロに惨敗する、まあ難易度によってはかなりねボッコボコにされるっていう形になってくるんですね。でこれねなかなかね、日本ダービーとね皐月賞を取って2冠で終わった馬たちっていうのはね意外とね、ウイニングポストってね結構きつめにね能力値のね適正、やられるんですね。ね大丈夫、我々にはチートがついているっていう形でね、こちら松下調教師ですね、心肺機能強化し4週間限定でスタミナを増やすっていうねこういう絆があったりと、そしてね一番最初のね調教師さんっていうのは実はですね柔軟性大、そうなんです。今回はねしおりっていうのは無敗の三冠をね全てやると結婚できるってことなんで、これは明らかにねしおりをねいただいてください的な絆なんですよね。柔軟性足らないけども三冠が届くような、柔軟性を上げればね三冠が届くんじゃないのかっていう、まあ、結構いるので、それのためのね救済処置なんじゃないのかっていう形で、一番最初の調教師ね柔軟性大、こちらをね思い騎士能力を上げられる、この2つのね絆を持つことができるんですね。早めにどん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 調教師の絆をね高めていくと、この2つをね持っていれば東海帝王でもね当然参観できると思いますので、逆に言えばねこれどっちを使えばいいんですかっていう話なんですね。今ねご紹介させていただいた絆っていうのはね、心肺機能に関してはある程度ね G1 を難勝化して G1 の翌週に来てあとねランダムで来るんですけど、松下さんが渡してくれる絆なんですね。で後で紹介させていただいたね、究極のね絆の状態、有効度100になった時にもらえる絆っていうのはね1回こっきりしかねもらえないので、で人によってものが違うんですね。まあ今回は松下さん柔軟性なんですけど、例えば田原さんだとねスピードだったりする感じになってきますよね。人によって本当にね上がる能力値っていうのが変わってくるっていう形になるので、どっちをね使えば有効的にねこの東海帝王は菊花賞っていうね未知の領域の距離を勝っていけるのか、今回ね検証確認していきたいかなと思います。まず最初にねとりあえず東海帝王がね何もしないとどういった形になるのか、菊花賞ねダイジェスト版ですけど見ていきたいかなと思います。とまあね菊花賞当初になるんですけども、普通にね11番で1年、まあ2倍ですよね。普通に考えてねもう三冠ですよ、三冠でいきます。しかもね、なんだかよくわかんないんですけど、レオダーバンが出ていないね191年の菊花賞になってますんで、もうその時点で威風のような気がしますけどね。
非常にね面白い時代になっているね育91年菊花賞なんですよ。まあ、普通に考えたらねこのメンバーだったらね東海帝王勝つでしょうっていうねウィニングポスト9 2021の中のね、モブの人たちがねもうみんなね東海帝王に勝てている状態で、さあ田原がね先行でねどういったレースをするのかね確認していきましょう。はい、これがねまさに企画倒れっていうね動画になってるんですけどね、東海帝王ですとね絆いらないんですね。簡単に言うとねそれぐらいねちょっと抜けちゃってるんです。まあ例えばこれレオダーマンがいる場合ですとね絆入れといた方がいいのかもしれないんですけども、完全に企画倒れに見えるかもしれないんですけども、僕はねこのねサムネイルとかね、全然リンクしてないよねこの動画っていうね、約8分ね絆が大事だよぐらいのこと言っといて、結果こういう動画に仕上げていこうかなって実は本当に思ってましたからね、東海帝王はね絆いらないんです実はね、何が言いたいかというと馬によってそのレースによって正直菊花賞っていうのはねマウント取れちゃうことごく稀にあるので、なのでセーブ&ロードをねうまく使っていただければね有効的に絆っていうのは実は使えるんですっていうね、形となっております。メンバー結構ね、揃ってるように見えるんですけども、車高グレード以外はね正直ね 3000m 以上の距離適性っていうのはちょっと怪しい馬軍団になってるんですよね。逆に言えばまあディープとかだったら大丈夫なんですけども、まあブルボンだとライスシャワーがいるので正直厳しいっていうのもあるんですけども、帝王に関しては僕あの生配信でね飛んでしまった、とこなんですけども、絆入れてるんですよね分からなかったんで。でも東海帝王みたいに圧倒的に能力がぶち抜けてたりだとか、圧倒的にね完全にね一頭抜けてるとかじゃなくて一頭次元が違うところでレースしちゃうような馬だとありえるんですね。 300m ぐらいだったら田原ジョッキーがねなんとかしちゃう場合がありますんで、なので、スタミナのね絆コマンドっていうのはね確かに入れといた方が安心かもしれないんですけども、セーブ&ロードができるっていう状態でねこのねウィニングポストをねやられている方であればこうやって使わなくても普通に3冠取れちゃうことがありますんで、まあ正直ね何がね作用してるかって言ったら確実に田原ジョッキーのね折り合いっていうね能力になってるのかなと思いますけども、非常にねこのね田原さんの持っている折り合いっていうのは有効的に使えるね騎手の特性にもなっていますけども、それ以上にやっぱりね東海帝王はねこの世代ではねかなりぶち抜けていたっていう形になりますんで、実はこの動画ねここまで見ていただいた方だとわかるんですけども、何が言いたいかというと東海帝王やべえっていうね、ただそれだけの動画だったっていうねオチがしっかりしてますねっていう感じなんですけども、まあ三冠はねこういった形でねあの取れてしまうことがありますんで、なのでこういった形でね絆使わなくても勝てちゃうことがありますんでね、相手関係でね正直変わってくるんですけども、帝王に関してはズバ抜けていて、正直ねその時にレオダーバンが出てこないと東海帝王が勝っちゃったりもしますんで、なので有効的にね絆コマンドって先ほどお話しさせていただいたんですよ、柔軟性台がね、ボーンって出てて、まさにこれ東海帝王のために使ってくれっていう感じのね光栄さんの流れなのかなって思うじゃないですか普通にプレイしてると。でもよくよく考えたら東海帝王の世代って東海帝王がねぶち抜けていて、その次にレオダーバンだったり伊吹舞神楽だったりっていう感じで、その差っていうのがねあまりにもかけ離れすぎちゃってて、距離適性をねジョッキーのね折り合い特性でね補えちゃうっていうところが実はありますんで、なので柔軟性をね当然上げてもいいと思います。こうね上げてもいいかもしれないんですけども、正直上げなくてもこういった形で勝てちゃったりすることがありますんで、コスパがいいのはね普通に考えたら絆なしでそのまま突っ込んでいくっていうのもねありなのかなと思いますし、逆に言えば先ほどね柔軟性だったり、スタミナのね絆っていう部分に関してはもし突っ込んでみてレオダーバンがいたら多分レオダーバンとねいい勝負しちゃうんですね。でも東海帝王だったらもしかしたら勝っちゃうかもしれないんですよ。なので優秀なね東海帝王をもし三冠させるのであればセーブ&ロードしっかりしていただいて絆をね使っていただく。正直 300m であればスタミナのね心肺機能のスタミナっていうのは 300m で十分ねいける形になってますんで、ぜひねこういった形で企画倒れするような動画も引き続き作っていきたいと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それでは次の動画配信でバイバイ。